今日は国枝慎吾さん、東京パラリンピック金メダリスト、プロテニスプレーヤー、見事な始球式で幕を開けました。素晴らしいストレートでした。さあその後にマウンドに上がったのが久しぶり先発が佐々木朗希でした。9月10日以来という3週間ぶりのマウンド。まずは1番の山崎から三振を取ってのスタート。岡島ライトフライの後は浅村、この辺りもショートエジェバリア好プレーで三者凡退。佐々木朗希まずはゼロでいきます。楽天先発、こちらも久しぶりになりましたが則本昂大、その立ち上がり荻野が見せます。2試合連続の先頭打者アーチは2年ぶりの2桁10号。幸先よく昨日に続いてロッテが先制点。ワク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 ドキドキというそんなところを予感させるゲームになりました。さあ2回ワンアウトを取ってこの三振島内から取りましたが、その後です、鈴木大地のこの一球ちょっと甘かったですかね、秋藤さん。甘いですよね。初めてのヒットがホームランになりました。キャッチャーの加藤はインサイド要求していたんですが投げ切ることができませんでした。1対1の同点。ロッテは2回の裏、レアード内野安打、エラーでさらに2塁に行った後岡レフトオーバー、タイムリーツーベースで2対1ロッテが勝ち越しに成功。昨日は守備、今日は打つ方で岡が貢献。レアードの出塁も行きました。1点を追うイーグルスは4回、ランナー出してパスボールで2塁に行って打点トップの芝内がファーストオーバー。しかし佐々木朗希、恐るべしと言わしめるそんな対戦になりましたが、ここはきっちりと打点1を積み重ねるタイムリーツーベースで2対2同点、91打点目です。追いつかれた佐々木だったんですが、5回以降は伊藤さんいかがだったでしょうか。いや、この今の言ったフォーク系の球がですね、カウント球、勝負球で結構使ってますから、それと足を高く上げた時の球とクイック的に投げる球と全然球威的なところもコントロール的なものも違ってきますから、はい、今後はそこじゃないかなと思いますね。で、則本は逆にね、フォークをしっかり使いながら直球も含めて奪三振ショーというところで、さすがでしたね。慎重さというか、そこに尽きるんじゃないでしょうかね、はい。ただ佐々木朗希は久しぶりの登板でも6回マウンドに上がりまして、有藤さんも注目していた浅村との打席、サードゴロに打ち取ります。この回はクリーンアップを迎えて2対2同点、緊迫シーンだったんですが、島内からは先ほどはタイムリーを打たれましたが、もう腰砕けの空振り三振。そして鈴木もショートゴロと、6回は三者凡退、立ち直ったように見えました。7回もマウンドに上がった佐々木朗希だったんですが、茂木のこの辺り、ここですね、相藤さん、エラーになってしまいます。これがもう今後の彼のプロ野球人生においてのもう締めなきゃいけない部分だというところですね。そしてランナー3塁に行ったんですが、セカンド、ここは中村がよく取りました。その後ランナー3塁にいてバッターは太田、ショートゴロ、佐々木朗希が踏ん張りまして、この回も自らのエラー、ピンチだったんですがゼロで封じました。ゼロで帰ってご覧の表情です。一方則本というのも毎回の三振を継続、11奪三振。ロッテはチャンスが作るんですが、当て一本出ませんでしたね。則本が結局は7回で11奪三振、マウンドを降ります。さあソンチャンホーが8回マウンドに上がったんですが、ツーアウトでランナー出てダイソー和田、これが牽制アウト。ロッテとしてはちょっと嫌な流れになって増田がマウンドに上がりますが、
フォアボールをノーアウトで出して送りバント、そして空振り三振で2アウトまで行ったんですが、渡辺義明レフトオーバー。これは大きな1点になりました。イーグルスが今日初めてリードを取りました。増田がこの表情、痛恨の1点を浴びて3対2イーグルスリード。しかしロッテ9回粘りました。ワンアウトから岡、この当たりボールをどうかというところをわずかに届かず、これがしかしツーベース、同点ランナーが出ます。さらに2アウトの後、代打安田フォアボール、ダイソー側でランナー2人で荻野をスリーツーからセカンドゴロ、先頭打者アーチの余韻もこの最後は残っていませんでした。3対2イーグルスがマリーンズを下して、貴重なイーグルスにとっては直接対決を制して連勝、マリーンズの連勝は3でストップという展開でした。